ホエルラン、樽の上を歩け。サンタさん慎重に。お疲れサンタさん。ようこそスキーヤー。飛行機から降りろ。なぜ普通に降りなかったの？新幹線。スペースシャトルみたいな機体。次はボクサーかな。椅子の上を歩け。実際に歩くと本当に怖い。危ないな。市場押され。なぜ屋根の上に上がった？それはそうと、硬そうな屋根でよかった。このゲームの世界に弾力の概念があったなら、足元がグラグラできっとクリアできない。バケツを避けろ。バケツに足がはまると、靴が引っかかって、取れないワオルサイワで焦げる。待て待て、日常にそんな状況はない。じゃあまたね。